キッチンから丸椅子を持ってきました。これで一応 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人が座れます。いや今日はね日差しがすっごい暑い。今ねローストビーフ丼と唐揚げ丼のお店の人がセッティングしてます。車が大きくてびっくりしました。すごいな、これ女性一人でやってんですか。一人で。すごい。すごいね、女性一人でやってんだそうですよ。すごい。後で YouTube に出てもらおうかな。インタビューさせてもらおうと。スタッフの車は前のおじさんに許可を得て前の畑に止めて、もらえるようにしました。まあ、この前もそうなんですけど、でこの前9月の時はちょうど草刈りした後だったのでそんなに草は生えてなかったんですけど、今回はだいぶ草生えてきましたけど、でも柔らかい草なので大丈夫だと思います。はい、中に行ってみましょう。集合とかするんですかね。そうなんでしょう、うん、集合とかするんですか今回。集合とかなんかご挨拶って皆さんにご挨拶って。まだね、ちーちゃんが高田さんがまだ来てないから、はい、揃ってからしようかなと思ってます。はいはい、じゃあご挨拶するそうです。はい、わかりました。Yeah, I mean.